ネクサスってまだ満タンじゃないのか。じゃあネクサスもらいに行こうか。ラジオがちょっとよく分かってないんだけどね。まあじゃあ行きましょうか。何がな？クソどもを殺すことか？焦ってるのか？ねえ、この島を知るのは時、場所、手段、島で望むものを手に入れるのよ。俺はここから出るだけだ。残されたのはこの島だけよ。じゃあここから出て見せつけて。頑張っていきましょう。一人いるのは見えるけど、いやここ見つかってんな。いや嘘でしょ。ちょっとも最悪なんだけど、どこここ。まあ、ちょうどよかったか。いや、あんなとこに。ねえ、聞こえる？おっと、なんか特殊効果持ってる武器が。やべ、死ぬぞこれ。回復アイテムが欲しい。レーレー、イエーイ、オッケー、なんとかなったね。拡散範囲が狭くなる。ネクサスのアップグレード拾っちゃったよ。ここに一人いるんだけどね。笑顔で毒を売ってる。いい時に来たな。あぶね。あれ？でも説教がまだ始まってないな。
ああ、狙撃で一人倒したからお開きになっちゃってんのか。ああ、このアマドールはこれでもいいんだね、生き残らせる。なるほどな、外から台無しにするって手もあるのか。お、60秒インタビュー、ハリエット・モース。これ読んでなかったんだな。まだ普通に読んでないのがわんさかあるな。めちゃくちゃ見落としがあるんだね。オッケー、ただここに来た時に配置は変わっちゃうんだな。で、あそこにハリエットと。ついにここまで来たとは、あなたの努力の成果ね。おお。これ何なんだろうね、この爆発音。はい、どうも。よいしょ。で、ネクサスのアップグレード。毒ガス発生ね。さて、あとこれだよな、ラジオ。朝だし、どっかでラジオを見つけたいところだけどね。ここのコードもわからないままだな、そう言われてみりゃ。なんだ、なんだ今の。今のがそうじゃない？ちょっともう一回、もう一回、もう一回。メモるから。M13。15。H26 18 R33 16 なるほど。これでいくと、M1315。
うん、M ほにゃららとかっていうのは多分このマップの位置だと思うんだけど、その後の2桁の数字はなんだ ?15、18、16。ちょうどこの建物が M13、マップでいう M13 に位置する場所なんだけど、今までの感じからすると、あれか、奴らもここにいる。バンカーがあるとしたらまた地下から入るのかな。もうこの辺に入り口があるはずだけど、それがないね。15時とかか？今朝だからね。15時だとすると、午後になるのかな？っていうか、18、16、15、16、18なんだよな。全部午後ってことになっちゃうな。時間ではないのかな？M13、15。まあ、マップのことかどうかもちょっとわからないしな。もしくは、じゃない、他の場所で行くと、H はあるけど、H はね、26だね。H26。これどこだ？はいはい、ウップダームだね。H26。なるほど。これは、花火屋さんだね。花火屋さんの建物だね。それから R の33。あ、ここ地図持ってないな。なるほど。フリスタットロックの地図持ってねえんだ、俺。わかった。ちょっとそれは後で当たってみようか。っていうか、ラジオ多分これだよな、きっと。はーい、オタクくん。昼頃にウプダームにある私の家で、イーオン技師のブロツキーが作ったものを、見に来てよ。キャス。昼頃にウプダームにある私の家で、なんだろうな。ああ、煙同盟のやつか。わかった。うおもうなんだ、ひどいよ。めちゃくちゃびっくりしたんだけど。まあ、いいとこに仕掛けてあるな、おい。ああ、もう怖くて走れないよ。で、これね。これちょっと意味がよくわかってないんだけど、スタジオ中に散りばめられた4つの絵文字を決められた順番で並べる必要がある。部屋の要塞を調べろってなってんだよね。よくわからんが。まあ、いくか。あと、フリスタッドロックでちょっと地図を手に入れなきゃいけないというのもあるが。
ってないな。じゃあ教えてよ、タイ。うん、次会う時は覚悟しな。どうどう、飛ばしすぎ。足がするわよ、おじさん。クソが、俺は未熟だ。え？29なの？めちゃくちゃ若くない？もっと上の感じだと思ってたわ。あ、あったぞ、地図だ。R の33。あ、そうか。R の33って最初のバンカーだ。なるほど。これが地図上の縦横の、まあ、番号だってことは判明したな。あとで2箇所行ってみるか。あの9番のとこにはこの時間帯はいけないね。いや、いきなり地雷あるじゃん。音はしてるんだよ、地雷の。おお、びっくりした。急に出てくんなし。それは、どういうと、あー、なるほど。あのテキストが、その4つの絵文字とやらの位置のヒントってことか。輪を持つ巨獣の下に潜む。乗り物か、なるほど。車の下か。で、傑作によって、って影が薄れている。おそらく中央のリアクターだね。それから、メインホールを見守る。なるほど。道具と図表に色を加える。これはフィアの落書きか。落書きって言わないであげて。マジで最先端だな。地雷の音がするぞ。ここにある。なんでこのとこに地雷があるんだ。これを守ってたのかな？クランクホイール。どっかでクランクホイール必要だっけ？そんな記憶はないかな。はいはい、見取り図ね。あ、これか？一つ目、あと三つ。バッテリーがいるんだが、まあ、いらんか。これでいいよな。こいつは絵のようだが、俺が探したことは違う。リアクターの順番は前に来た時にメモを取ってあるので、あとはだね、押すだけだ。あそこに一人、そこに一人、トータル3人は少なくともいるな。
お、だいぶ1,2,3,4。こいつは違うとこだな。あ、こいつフィアか。ってなると1,2,3,4人かな。ここまで来てくんないかな。あ、来た来た。見つかっちゃったな。これでも音を出さなきゃ大ごとにはならないんじゃないかな。ああ、ここで張ってるか。大体からずっちゃったな、これで。音が出ない武器ってのはいいね。メモによると赤、緑、青、黄色かな。赤、緑、青、黄色。停止させることができる。俺の存在に気づけば、フィアは秘密を守るためにウィスタットを吹っ飛ばすだろう。なるほどね。これで気づかれたね。これは違うのか。で、この近くに一個あるはずなんだよね。あ、これか。OK。あとは、メインホールを見守る。あれ？これだと思ってたんだけどな。あ、なるほど。3番目か。はいはい。合ってるな。で、あとは最初と3番目が見つかってるから、メインホールと、車の下か。オッケー。あぶれ。無線の妨害。ちょっと打ち合いしてみる。結構一発で。車の下、これか。よし、オッケー。あとは最後、メインホールを見守る。これは分かりやすいなって書いてあるんだけどさ。全然分からんぜ。最後だな。ここがメインホールなの？はいはい。いつでも破れる。フィア倒しちゃったけどね。よかったのかな。そう考えたらフィアほっといた方がよかったかもしんないな。よっしゃ、帰ろうか。
はい、OK。なんとか戻ってきましたね。さて、じゃあ、フリスタッドロック、ついにここで、ちょっとわかんないけど、多分もしかしたらここで、ついに、二人を一気に打ち破る方法が、確定するかもしれないですね。じゃあ次これ行きましょうか。甘くてふわふわ、ちょっとなんだ、めっちゃ危険。フィアなら片付けておいた。フィア、違う、この菓子パンカフェテリアのやつだよ。どこにあるんだ、俺にもくれよ。なんで菓子パンあげないといけないの。一生懸命働いてんだよ。あ、はいはい、覚えとくよ。この絵柄か。で、それがカセットの位置に対応してて、それを順番に入力すると。最初はこれだ。これかな ?35。それから直り1つのやつ。これだ。11。それから3番がこれ。4番がこれ。これだ。26。26、31。16？ 16 だ。16、41だ。41。オッケー、開いたぞ。隠れ家を探し出せ。中で何をしてるか確かめよう。こっちにも考えはある。ポンプ場。ゼロで割るんだっつってるね。さらなる高みへ。めっちゃ深いぞ。ちなみに下は何ですか？電波なし。クソ深いんだろうな。これ今マーカーの方から先に行くべきだったのかな。ずいぶん長いパイプだな。ここを水浸しにできるか。危険な関係っていうトロフィーが解除されましたね。お、罠がいっぱいあるわ。あとは奴らを殺すだけだって言ってるけど、ちょっと待って、やっぱりポンプ場を先に見るべきだったんじゃない？
2ビット、あいつの半身。お？すべてに触れ時代遅れだと分からせよう。こっちか？そのようだけど、開かないね、結局。なんだ。さて、ここで何をすればいいのかな？水浸しにするみたいなこと言ってたな。くらっ。パイプがあるね。おお、すげえな。これあのリアクターの下か。あれかな、ティア倒しちゃってるからいないだけで本当はいるのかな。やっぱり残しとくべきだったな。ほう、でここに来んだ。全てが終わる。レバーがあるな。本来は二人と戦う感じなのかな、ここ。もしかしてこのこいつの置き方とかさ。あー、これだね、レンジャー。それ以外は特に何もないな。ボパットトレンチャー。拡散範囲が広がる。うん。もうじゃあ引いちゃう？ほい。救助申請が進行中。直ちに避難せよ。溺れさせてやれ。これって俺も逃げないとやばいのかな？やばいかもね。ちゅ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 、ああもう使えないよ。これやばいぞ、俺逃げらんないぞ。やべえ。やべえ。めちゃくちゃレジドゥム持ってたんだけどね。おお、ここまで水が来てる。なるほど。もう超絶急いで逃げないといけなかったんだな、これ。なるほどね。ちょっとレジドゥムを無駄に失ってしまったということですね。やっちまったな、おい。まあでもいい勉強になったよ。